遊戯配信ルースチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ヤマドゥです。はい、D1 ドライバーの藤野です。さあ、というわけで本日は遊戯配信の収録ということで、愛車紹介のコーナー行きたいと思います。今回ご紹介するのはプロゲーマーチョコブランカさんの愛車ということで、チョコブランカさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、またこれは随分すごい車を持ってきましたね。ね、かわいいでしょ。はい、これかわいいって言うんですか。かわいいくないですか。これ僕かっこいいだと思ったんですけどね。かわいい、はい、いかついよね。えいかつい。まあ、ちょっとパワーとかがすごい ワイドだよね。これめちゃくちゃワイドだし、めちゃくちゃいかついですけど、このお車は、はい、マツダの RX7、はい、FD ですよね。はい、めちゃくちゃ高いやつだねこれもね。はい、いやこれはどこから藤野さん聞いていきましょうか。どこからって、やっぱりエアロパーツ、これどこのなんだ。これいろんなのがもうごちゃごちゃについてまして、もう自分でもちょっと記憶力が悪くてあれなんですか。フィーストのだったり、何だったかな、風間オートさんのがこの横のあのやつだったり、いろいろこう組み合わせて一番バランスよく、バランスがいいのがちょっと不思議。こんな程度のいいね、うん、FD なかなかね今時ないよね。はい、だからこれだけ塗装もめちゃくちゃ綺麗ですし、なんていうんですか、なんかワイドボディって結構割とこうチリがずれてたりとかもあったりするじゃない、ね、それも全然ないですよね。これ、はい、そうですね。これは基本サーキット走ったりとかじゃなくて街乗り、街乗りで、街乗り、街乗りでなかなかね、うん、渋いね。これだってしかも女性が降りてくるわけじゃないですか。女性降りて、じゃあ買い物とかこう輪立ちとかどうするの。もうあの斜めで頑張って入れないとかはもう入らないです。なんかヤンキー乗りみたいなやつ。これ藤野さん、これ中見てくださいよ。これパワー FC 入ってますよ。これ入ってるね。これはパワー FC と、もうあとはっていうかロールゲージ入ってる、ね、これ。はい。ロールゲージも入ってる。ロールゲージも入ってますね。サーキットももういけちゃうみたいな。感じではあります。ぜひ街乗りだけじゃなくて、もったいないからサーキットデビューした方がいいね。乗ってる人のスペックが低くてサーキットが怖い。まあ、ちょっと走ったんですけどね前、うん。でもこれいろんなものついてるじゃない。これパワーもめちゃくちゃ出てそうじゃないですか。パワー出てる。これ433馬力。意外と出てるな。ブーストアップ。そうですね。でもロータリーってよくあの壊れるとかね、いろいろ聞くけど、うん、これもオーバーホールとか全部してあって一回廃してある感じですね。やっぱりお金かかってますね皆さん、ね、これお金かかってますね。これじゃあ何年ぐらい乗ってるんですか。まだ1年です。あ、本当に買ったばっかりなんだ。はい、そうなんですよ。なるほど。もともと FD が好きで、最初初期型 の昔乗ってたんですけど、それ壊れちゃって、で、まあ、泣く泣く手放してまた乗りたいな、でやっと去年買ったっていう感じ。また FD を。そうですね。ホイールもこれはボルクですよね。はい、そうですね。これはチョコさん的にこの自分の車の一番お気に入りのポイントみたいなところとかあったりするんですか。お気に入りポイント、はい、そうだな、ボンネット好きです。あ、ボンネットかっこいいですよ。これスクーとか、スクートスポーツですよね。はい、ここのダクトがすごい印象的な気がします。はい、ちゃんと水が入らないようになってます、うん、インタークーラーとかもこの辺からちらっと見えるけど、ちゃんと V マウントとかになってるね。これ V マウントですか、もしかして。そう、中も大好き。ああ見ますか。開けてみますか。これはボンネット開けてもらおう。開けてもらいましょう。なかなかね、FD、こんなね程度のいい FD なかなかないからね今ね。僕も一度は FD 乗ってみたいなと思ってました。まあ今も とてもじゃないけど買えないんで。いい車だよね。はい、うん、お、綺麗。これブーストアップじゃなくてタービン入ってない？これタービン変わった。えってるかな。なんかこれ変わってそうですよね。1ケース入ってますね。カーベン確かに入ってますね、はい、なんかもうやること一通り全部やってあるみたいな。あ、そうですね。あのポート加工とかもしてあったりとか。あ、最終型なんでいいなっていう、
いやこれはすごいですね。なかなかこんだけすごい FD を見るのもなかなか滅多にないというか。そうなんですかね、はい、逆にもう 大事に乗ってもらわないとね、うん、こういう車なかなかないからね。もう一生ものですよね本当にね。大事にしたいですね、うん。すごい。これマフラーは普通にステンレスか何かのマフラーですか。これはなんだろう、アールマジックさんの。あ、アールマジックなんですね。なんか静かなスポーツタイプの。はいはい。これ実際街で走ってて、はい、おまわりさんに止められたりとかしたことない？今のところないです。確かにこれだけいかついと止められそうな気しますよね。綺麗に作ってあるからまあ捕まることもないんだろうね。あ、そうですね。これで爆音とかだとねあれかもしれないですけどね。あとは結構小さい。基本的にね見た目だけでやっぱりねちゃんと合法チューンだろうから、うん、全然問題はないんだと思います。まあ、ぜひね、はい、今度サーキットもデビューしてもらって一緒に行きましょう。お願いします。これぜひ藤野さんが一回あれじゃないですか、こうデモンストレーションで運転してもらったら、それ定常円ぐらいだったね、くるくる回るとかね。あ、うん、もう全然そういうのをやれ、もう本当にゲームでしか走ったことがないっていう感じなんで、リアルのサーキットはリアルの車でっていうのがまだちょっと怖くて。実際じゃあこの車で走らせるのいきなりじゃもったいないから、自分の車をちょっと乗ってもらって練習すればいいね、それはね。でできるようになったらこれでバシッと。そんな、もうこれはあれじゃないですか、もう藤井のスペシャルレッスンが開講されるんじゃないですか。本当ですか。はい、やった。ゲーム苦手だからリアルしか教えられません。まあ何しろ女の子が乗ってるっていうのがすごいね。それがもう一番のポイントですよ。はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで、はい、チョコブランカさんのはい、RX7 をご紹介させていただきました。チョコブランカさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ有限配信ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。